富士屋ホテル古川六波。箱根宮の下の富士屋ホテルは我ら食士にとって忘れられない美味の国だった。戦前戦中、僕は富士屋ホテルで幾度か夏を過ごし冬を送ったものだった。それが終戦後接収されて日本人は入れなくなってしまった。そしてまた、それが一昨年の夏だったか解除になって、再び日本人も歓迎ということになり、ホテルから通知が来た。行きたいとは思いながら暇もなかったし、また一つには、と言って、実はこれが重要な点であるが、高いだろうなぁと思って、今まで行く機会がなかった。戦前から戦後にかけての値段は3食とおやつ、コーヒーまたは紅茶にトーストがついて、バス付きの部屋で1泊20円、サービス料1割くらいだった。さあそれが今の世の中では一体いくらくらいになっていることだろう。再開の通知をもらうと、折り返し値段を知らせろと言ってやったので、それが届いた。3食付きのアメリカンシステムではなくなって、戦後アメリカンシステムでなくなったのは面白い。面白くはないか。食事は別になっている。そして、僕の計算によると、戦前の1泊20円は、大体において5000円くらいになるのではないか。ただし、三食は食うが、酒を飲んだらそれでは済むまい。それは戦前とても同じであるが。となると安くないからな。今の僕の身分といたしましては、ちょっと考えちまった。それが、この3月のことである。スポンサーがついた。つまり、万事おごってくれる人ができたこと。行ってみようじゃないかということになって、しかも東京から彼スポンサー氏の自ら運転する自動車。無論自家用のパリだ。で、富士屋ホテルの玄関へ堂々と到着した。誠にいい気持ちであった。玄関で車を降りた途端に、あたりを見回しながら、昔のまんまだねえ。と言ってしまった。繊細を受けていないから当たり前である。そして、花御殿という離れの一室に落ち着いたのであるが、さてしかし、ここの食堂も昔のまんまだろうかと心配になってきた。昔の富士屋ホテル。ここで用案。用名。昭和15年の僕の食日記が登場する。昔の富士屋ホテルの姿である。1月31日、夕方、宮の下富士屋ホテル着。夕食、白ぶどう酒、ソーテルン小瓶1本。オードブルが実によく、ビフテキプディングうまし。2月1日、朝食、オレンジジュース、オートミール、入り卵、コーヒー、トースト。昼食、オードブル、ポタージュ、車エビのフライ、鶏とヌードル。夜食、ローストビーフがよし。2月2日、朝食、入り卵とコーンビーフハッシュ。昼食、マカロニメキシカン、車エビのカレーライス。夕食、トマトクリームスープとプラムプディングが良かった。2月3日、朝食、オートミールと炒り卵、昼食、ポタージュよし、ボイルディナーとポークソーセージ、夕食、ソーテルン1本。もう2、3日滞在したのだが、この辺にしておく。ただこれだけは、メニューを披露しただけで、そのうまさを伝えることはできないが、毎食僕は堪能し、
ここは何と言っても一流中の一流の味だと感心していたのである。昭和15年といえば、まだアメリカとの戦争前だから、物資もそれほど不足していなかったということもこのメモでわかる。戦争苛烈となり、いよいよ切羽詰まってくると、さすがに富士屋ホテルも弱ってきて、食事の量は半分以下になり、とても僕など一人前では足りないので、食堂で定食を食うと大急ぎでグリルへ駆けつけてまた食うというようなことになってきた。どうも僕は大食いのようだ。今さら大食いのようだなんていうのはおかしいが、自分でも一種の大食いだとは思っている。うまいものならいくらでも食えるからである。まずいものとなったら全く食わない。大食いで思い出したが、やっぱりこの富士屋ホテルで面白いことがあった。たった一人で、ある冬のこと、10日間ばかりここに滞在したことがある。外に雪が降っていたから冬に違いない。ある晩、その雪の降るのを窓外に眺めながら食堂へ行くと、客はまばらで空いていた。だいぶん滞在も長くなって退屈だから、何か変わったことにぶつかりたくなっている。こんな時に一つ試みるかな？というのは、僕がここへ来るたびにだいぶん以前から考えている企画なので、食堂のメニューを上から下まで全部食ってみようという試みなのである。メニューは好みで選ぶようになっているが、全部食ったって値段は同じわけだ。だから、こんな時に暇に明かして上から下までみんな平らげてやろう。そう思ったのだが、さすがにこれはあっさりと全部食ってみせるから持ってこいとは言いにくい。で、そばに立っているボーイに、ねえ君、ここには随分方々の国の人が来るだろうが、何国人が一番大食いかね？と聞いてみた。こういう風にして、絡めてからだんだんと攻めていこうという腹なんだ。ボーイはこっちにそんな企みがあるとは知らない。インドの方が一番よく召し上がるようでございますな。フランスなんかも割合に退職の方が多いようで。なんて答えた。日本人はどうだい？日本人でも随分召し上がる方がございます。でも、このメニューを上から下まで全部食ったなんて人は日本人にはいないだろうね。いえ、それがございます。なんとか会社の社長さんの坊ちゃんで、ラグビーの選手でいらっしゃいますが、その坊ちゃんがメニュー全部召し上がりましたよ。ほほう、そうかね。それじゃあ一つ、俺もやってみようか。は？いや、その坊ちゃんみたいに、俺も全部食ってみようか。はあ。ボーイは呆れたような顔をしたが、次の瞬間には面白くなったらしい。では、早速お持ちいたしましょう。と、勇んで一旦テーブルを去った。で、これから、まずオードブルから、スープはコンソメ、ポタージュの二つを平らげ、順々に十数種を食うことになるのである。しかし、どうです？僕の話の持ちかけ方ってものは、うまいもんでしょう。絡めてから攻めていくところなんかうまいと思うんだが、そうでもないかな。とにかく、メニューを全部上から下まで食ってみようじゃないかということになって、僕は密かにバンドを緩めて待ち構えていたのであった。ここに、ちょっとご参考までに、富士屋ホテルの食堂のランチのメニューをご紹介する。これは戦後、つい最近の、つまり僕が行った時のものであって、
昔のはもっと豊富だったと思っていただきたい。がまず、ここに挙げたメニューを読者諸子が上から下まで全部食べるんだ。そういう運命になったんだと思って眺めていただきたいのである。一は、こりゃあ何でもない。が、スープの部へ入ると、二はポタージュで、三がコンソメである。これを両方とも吸い尽くさなければならない。このあたりでへこたれては問題にならない。4の魚から5のラムシチューと平らげて、野菜は6、7、8と皆食べてしまわなければならない。そしてこのあたりからだんだん難しくなる。チョイスと書いてあるが、無論この際チョイスなどはしていられない。9のグリルドチキンと10のエビのカレーライスが2つとも運ばれてくる。これを皆胃袋の中へ収めてしまうと、11のサラダからデザートに入る。ここでは12のクレープスゼット、13のババロアの2種、それから果物の何種類かを食べて、コーヒーを飲み、紅茶を飲み、そしてここに書いてあるからにはグリーンティーも飲まなくてはならない。という次第です。いかがですか？無論このくらいならいけると思われる方もあるだろう。が、随分退職と言われる人でもうんざりだと言って降参する方が多いんじゃなかろうか。そして、これは初めにも言った通り、戦後の、しかもランチのメニューなのだ。昔の不二家はもっと品数が多かったし、ディナーのメニューともなればさらに豊富だったに違いない。で、僕は、ディナーの際に、この冒険を試みたのである。まず、オードブルから始まって、スープ2種、魚が2種、肉も2種、野菜もふんだん。はじめっから自信はあったんだが、やってみると、割に楽だった。大したことはないじゃないかと、心の中で思う。しかし、胃袋がだいぶ前方へせり出してきたようだ。サラダが終わってデザートに入る。と締めたものだ。僕は甘いものが大好きで、脂っこいものの後ならますますいい。今でも僕は温かいプディングなんかには目がなくて必ずおかわりをしてしまう。我が糖尿病に栄光あれ。そんな風だから、お菓子の2、3種類くらいは何でもありはしない。ペロペロと平らげた後が、コーヒー、紅茶にグリーンティー。なるほどね。と、そばに立って見ていたボーイが感心した。本来はチョイスのシステムであるから、これだけ食われては、その頃にしても合わなくなったろうが、さりとて、アメリカンシステムで食事代は宿泊料に込めてあるのだから、別に金を取るわけにはいかない。そういう次第で、第一夜は成功。全部平らげた。別段胃袋を壊すようなこともなく、翌朝はまた適当に腹が減っていた。で、朝食のテーブルに着くと、ボーイの方で心得ちまって、朝のメニューも全部運んできた。ジュース2、3種、オートミール、コーンフレークス、それに卵の料理が5、6種類。マフィンにクラッカー、トースト等々。こんなものは何でもない。ホットケーキにコーヒー、ココア、紅茶、みんな歓迎だ。かくて僕は、この食堂においては必ず、メニューの全部を運ばせることに決まってしまったのである。年も若かったが、随分無茶をしたものだと、今振り返ってみればそう思う。しかし、その頃の僕にしてみれば、これは決して大食いなんてものじゃないと思っていた。大食い競争じゃない。第一、相手がいない。一人っきりである。そして、我慢して苦しがって食うのではないのだ。
いちいちをうまいと思って味わいながら食うのである。だから、世に言う大食いとは違う。彼らは大福を何百と食ったり、飯を何升とか食ったりするのだが、それはもううまくも何ともないに違いないし、同種類のものをやたらに詰め込むというのは下品なことだ。俺のは違う種類のいろいろなものを順序よく食うのであるから、上品なスポーツだ。そんな風に思っていたのである。ところが、このスポーツも、一人の時は良かったが、同じテーブルで誰かと一緒に食う時は弱った。北村六郎先生が食堂へ入って来られて、ちょうどいいから一緒になろうというんでお話をしながら同席することになった。と、僕のところへだけ、スープがコンソメからポタージュと運ばれるので、おや、と北村先生は驚かれた。いや、実は、と言って、いちいちその説明をするのが辛かった。しかし、本当のことを言えば、毎食ごとにメニューを全部平らげていた日には、腹具合はともかくとして、飽き飽きしちまう。種類はいくら多くても、結局は西洋料理なんだから、うんざりしてくる。しかし、意地ってものがある。途中から全コースというのをやめるのは嫌だ。また、その頃の藤屋には日本料理の定食もあったんだが、それを食うことも恥とした。いよいよ苦しくなったら滞在を切り上げて帰るべきだという悲壮な気持ちだった。で、そうだな。かれこれ一週間苦行を続けたと思うんだが、苦行とは言っても、やはりうまいものはうまくって、苦しみつつも、毎食一品くらいは喜んで食ったものだ。そして、一週間目くらいに、全身洋食のごとき感じになり、もはや耐え難しと覚えた。で、富士屋ホテルを去って、熱海へ出た。熱海の日本宿で朝食を食ったとき、ああ、こんなに日本食ってものはうまいものか、と感嘆した。コーヒーとトーストにハムエッグス、ベーコン等の朝食から、熱海の名物の干物、納豆、味噌汁に生卵という朝飯の、ああ、なんとも言えないうまさであった。それは、日本人の幸福とも言えた。また、富士屋ホテルの美味地獄から解放された喜びでもあった。そして僕は、今年の3月17日に富士屋ホテルに一泊した。着いたのが夕方だったので、部屋に落ち着いてバスに浴したりしている間に、もう8時近くになってしまった。食堂は8時半までで閉まる。グリルの方は10時半頃まで開いていると聞いたので、それじゃあ今夜はグリルの方にしよう。8時半までと言うんじゃ気がせくから、食堂の方はやめにして。と、連れにもそう言ってゆっくり構えた。8時回った頃に部屋を出てグリルの方へ歩いていくと、ボーイが、グリルでございますか？食堂へいらした方がサービスがよろしゅうございますが、と言った。でも気がせくからね、と、それを聞き流してグリルへ行く。グリルも昔とは場所が変わった。前は食堂の上の方の小さな建物だったのだが、今度は場所が変わってずっと大きくなっている。そのグリルへ入った途端、これは殺風景だなぁと驚いた。食堂の落ち着いた感じと比べると、この方はひどくガサツだ。悪く言えば、ステーションの食堂へ入ったような感じなのだ。そして、ボーイたちが訓練されていず、もそもそしていて、入った時からもう落ち着かない。ああ、しかし、それもこれも、
思えばこのホテルにしてみれば10年間ほどのブランクがあったのだからな。アメリカ産の接収の間はやはりこの若いボーイたちがサービスしていたのであろうか。あるいはまたこの若者たちは去年再開後に雇われてきたものか。とにかくサービス道も1年や2年で得得できるものではない。10年前と同じようなサービスを求める方が無理だった。さればこそ、さっき廊下でボーイが食堂の方がサービスがいいと言ったのであったか。サービス道を心得た者は食堂に働いていて、グリルはニューフェイスばかりなのかもしれない。とにかく、席に着くや否やそれが気になったので、今宵の食事は滑り出しが悪かった。殺風景な飾り付けもアメリカ人向きの衛生的装飾かもしれない。メニューを見てもアメリカ的影響が大きく見られた。ジョニー・ウォーカーのハイボールを取ってオードブルから始めた。オードブルにはアメリカ的影響はなかったが、特徴のない平凡なもの。鶏の唐揚げというのがメニューにあって、アメちゃん好みできっとよく出るんだろうと思って試みたが、これもすこぶる平凡だった。メニューをなおもあさって、ローストビーフがあったから、それを注文。ローストビーフ、無論ホットの方、は、大きくはあったが、桃色の嬉しい肉ではなくて、色が肉々しかった。これはしかし、今考えてみると、照明のせいもあったかもしれない。ホースラディッシュはついていたが、ヨークシャープディングは添えてない。それはまあいいとして、この味、どうにもうまいとは言えなかった。その味気ないローストビーフを食いながら僕は思ったのだ。すべてはアメリカ人向きなんだ、これは。殺風景な部屋の飾りも、照明も、食べ物の味も、みんなアメリカ式になってしまったのだ。先代の山口大臣が生きていたとしても、この流れにはこうしがたかったに違いない。誰が悪いのでもない。戦争に負けたのが悪いのである。かくて、グリルは失望に終わった。そして僕は朝食を本食堂で食うのを楽しみにして寝たのである。翌朝、食堂へ入る。女の子がサービス。これは行き届いていてまず気持ちよし。メニュー持つ手も楽し。しかし、ああ、しかし、この朝飯のメニューにしてからがアメリカ全としていることをどうすることもできなかった。昔のここの朝飯のことは半然覚えていないが、どうもこんな風ではなかったようだ。トマトジュースをかき出しに、ジュースの数はやたらに多い。しかし、これらをみんな飲んでみたところで面白くはあるまい。よっぽど僕は昔に帰って、このメニューにあるものを皆持っといでと言いたかったが、その元気が出なかった。うまそうだなと思うものがないんだもの。これは僕の記憶違いであろうか。昔は朝からビフテキでも何でも出たように思うんだが、今は魚はフライだけだ。卵の種類はいろいろあるが、卵は何としても卵だ。つまらない。で、僕はコーヒーをふんだんに飲み、おのずとアメリカ流になる。パンはトーストの他にマフィンももらい、オートミールからスパニッシュオムレツ、それでおしまい。これじゃあ全く物足りないし、第一腹が張らない。そこで、またメニューを何度も見て、シナモントーストを一つ。これもまたアメリカの味に違いあるまい。アメリカ式なんだろうか、
肉のものが出ないのは。そうだっけ。昔はここの朝飯にコーンビーフハッシュってものが出た。あれはうまかった。今はメニューにない。何もかもアメリカのせいにするわけじゃないが、この朝飯の物足りなさはやっぱりアメリカのせいだろう。誠に頼りなきままに食堂を出ると、僕は台所の方へ歩いていった。富士屋ホテル長年の料理長、小島くんを訪れたのである。小島くんは台所の奥から出てきて、やあしばらくと言ってくれたが、どうも僕は機嫌が悪くてお愛想が言えない。なんとなく嘆かわしいというようなことばかり言っていたようである。負けた日本ばかりじゃないんだ。アメリカ式、合理的、衛生的という生き方は、もはや全世界に放射能のごとく流行っているんだ。富士屋ホテルもまた、その渦中に巻き込まれないわけにはいかなかったのである。僕は連れのスポンサー氏に、せめてもう一食、昼飯をここで食っていこうと言ったのであるが、彼はやっぱりこの朝飯にすっかり懲りたらしく、いや、もう早く熱海へ行って重箱のうなぎを食いましょう、と言うではないか。で、私たちは、いや、私ばかりは、心ならずもその昼には熱海へ到着して、西山の重箱でうなぎを食っていたのである。これで日本を取り戻した。そう思いながら。古川六波作富士屋ホテル。お相手は村上陽でした。ではまた。